でですね、和歌山県の和歌山市にいます。で、和歌山市のね、和歌山城のお城の横にあるね、護国神社に来てます。護国神社っていうのもね、各都道府県に一つは、必ずあるんですけど、今見てるところです。で、戦争でね、先の大戦亡くなられた方が主にね、ここに鎮魂されてるんですけどね、これ鎮魂の碑です。これは歩兵第61連隊ね、誕生したのが明治38年8月8日日露戦争の後ですね、岡山市を拠点として合祀部隊として県民に親しまれね、信頼されてですね、任じたということです。で、昭和12年4月北満の警備と治安維持に出勤ということで、主に満州国ですね、満州事変、支那事変の野茂藩事変とかにも派兵されている感じですね。中国戦線ですね、要するに支那前線で、そこから、スマトラ島に進駐して、昭和18年で19年ビルマのインパラ作戦援護に転戦で、昭和20年2月大国に移住して、20年の8月15日に中部ナコン内翼の山地で終戦を迎えたということです。まあ、こんな感じで鎮魂ですね、されてます。で、こちらが神社境内の中です。まあ、こちらにもいろいろあるんですけどね、こちらは歩兵第218連隊、こちらに関しては中四戦線ですね。主にこの辺りなのは大体そうだね、中国戦線、支那戦線ですね、方が参戦された人が多いですけどね。よかれんね。あと歩兵第230連隊、これはガタルカナル、ルンガ島、これ激戦地ですね。これ多くの方が亡くなられたんですけどね。で、こちら境内です。和歌山県の護国神社、今なんか催し物やられてます。で、先生亡くなり、いとこの方々も来てたら、ここで慰霊をしてると思います。和歌山城の隣なんで、和歌山城を来た水田に隣にあるんでね、広告神社、皆さん来てみるといいと思います。